ルノでーす。今日は韓国料理を食べ尽くす会。高校生の時とかは新大久保とかによく行って、あのサムギョプサル食べたりとか、まあ、ずっと馴染みがあるんですけど、まあ、今日はその韓国のよくスーパーとかコンビニとかで売ってるようなものをカサカサカサっとかき集めてきたので、まあ、それをね食べていきたいと思います。じゃあそれではレッツゴー。まずね、買ってきたものから紹介していきます。ラーメン類、まずこちらブルダック炒め麺。これめちゃめちゃ有名ですよね、このシリーズ。これね、すっごい辛いイメージがあって、うわこれ厳しいかもって思ったんだけど、この中のシリーズだったらこれが一番辛くないよってことで、これを買ってきました。ちなみに私これは味も知らない、食べたことない、だからちょっと楽しみです。次がこちら、ジャージャー麺。これに関しても味がちょっとね想像つかないというか、なんかねパッと見お好み焼きソースみたいな感じなんだけど、どういうやつなんだろうね。ちょっとまあ麺類だけじゃなーと思ったので、お菓子もちょっと買ってきました。ハニーバターアーモンド、ハニーバターチップです。あとね、飲み物、トウモロコシ茶、ボンボン、ボンボンというらしいです。ということで、今からやっていこうと思います。レッツゴー。ということで、作ってきました。じゃあ早速食べていきたいと思います。あのね、ジャージャー麺の方はお皿に入れてきたんですけど、割と美味しそう。うん、結構美味しそうな気がする。ブルダック麺なんだけど、これ見て、やばいかな。まあ一応ね、辛いものには、水ではなく乳製品がいいということで、今回完全にコンビニなんですけど、乳製品を買ってきました。それではパーティーを開催していきたいと思います。皆様あげてください。よし、それでは乾杯。おー、めっちゃ美味しい。じゃあいただいていきましょう。このジャージャー麺からいただきます。いただきます。うん、うん、あ、全然辛くない。あ、これめちゃめちゃ美味しい。辛くない、辛くない。うわ、いい。なんかさ、濃い味めちゃめちゃ好きなの。お好み焼きとかたこ焼きとかソースもの結構好きなんだけど、それ好きな人絶対好きだと思う。バッチリです。うんうん、全然問題ない、全然問題ない。美味しい。これがジャージャー麺か。なんか思ったんだけどさ、韓国のさ、インスタントラーメン、麺めっちゃ太くない？私ラーメンもさ、細麺よりこういう太めの方がさ、好きだから、すっごいそれ嬉しい。麺がね、すごいもちもち。超お腹にたまりそう。それはうまいぞ。あー、すごい！トウモロコシ。すげえ！焼きトウモロコシの味がする。あー、トウモロコシのお茶っていうより本当にトウモロコシを飲んでいる感じがする。うん、多分これめちゃめちゃ長くなるね。あとちょっと、はい、完食。ごちそうさまです。ジャージャー麺全然辛くなかったよ、本当に麺って感じだった。本当にリポート向いてないね。まあということで、続きまして、ブルダック、これやっていきたいと思います。まあね、これちょっと激辛って書いてあるんですけど、どんな感じなんだろう。これさ、3日目をさ、まずさ、赤くしてるところがもう怖がらせに来てるよね。辛いものが苦手な人ってもうこの色からね、やっぱ不安が募りますから。はい、これはでも韓国の人たちにとっては、え、全然辛くないよみたいな感じってことよね。じゃあいただきます。
ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。マジ？やばいやばいやばい。これ待って、マジでやばいわ。辛すぎ、辛すぎ。やばいわ、これ。あら、そう。こんな辛いのか。結構本当にやばいよ。韓国の人ってさ、これを普通に食べてるってこと？結構マジでやばいわ。やば。ちょっとごめんなさい、味変します。先にちょっとこっちいただきます。結構マジでやばい。ちょっともうバターを摂取しないといけない、今。甘さも感じない。今の口の中の状態といたしましては、口の中がもう辛いよっていうムードになってる。もう、カラカラパーティーって感じ。想像の5倍ぐらい辛い。ちなみにこのハニーアーモンド、めちゃめちゃ美味しい。なんだろう、これなんか甘すぎないからさ、いいよね。しかもこれ夏系だから、パリ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 食べちゃう。ほんとだから止まんない。こっちも先に開けちゃおうかな。この辛さを収めるまでちょっと待って。待って、やばい。あ、いけた。甘ーい。なんかこれ見た目が薄塩だからさ、すごい薄塩の気持ちで食べちゃうんだけど、なんかそこですごい甘ってなるから、頭の中で驚きが生じてる。プチパニック。あーでもやっぱ辛いわ。今ね、やっと口の中が正常になりました。辛さの原因として赤いソースだと思うんだよね。最初にカップ開けた時に麺と火薬と、あとその赤いソースみたいなのがあって、多分その赤いソースがめちゃめちゃ辛いと思うのね。やっぱそうだったわ。やっぱ今調べたんだけど、やっぱ辛いのが苦手な方はあれを半分にしたりするんだって。そりゃそうだわ。普通に全部入れた。まあでももうね、入れてしまってるから、ちょっとここから巻き返します。まずちょっとチーズをめちゃめちゃ入れてみようかなと思います。チーズをね、入れてきました。ちょっともう不安だよ。ちょっとチーズやってみるね。いただきます。あー、うん、ちょっと辛い。すごい。あのね、辛さはマジで3分の1以下ぐらいに減った。かなりチーズと相性がいいわ。これはね、割と美味しくいただけると思う。うん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 。あの、辛い、やっぱめっちゃ辛いみたいなやつは減るんだけど、完全にチーズと麺を3対1ぐらいの割合で食べたら、本当にちょうどよく美味しくいただけますっていう感じですね。ちょっとずつね、やっぱ食べていこうと思います。うん、味はめちゃめちゃカルボナーラっていうよりは、本当にちょっとカルボナーラぐらいな感じだと思います。とこれらも挟みながら食べないと結構やばい。うん、私韓国旅行1回だけ行ったことあるんですけど、まあ韓国に行って何を食べてたかっていうと、なんだっけな、あれ、ちょっと待ってね。あ、これだ。ミョンドンに行った時に冷麺を食べまして、それはね、全然辛くないってことで行ったんですけど、なんかさ、その時にさ、お店の人がずっと左せよ左せよって言ってて、左せよってなんだろうと思って、なんかその左せよっておばちゃんが言ってたのだけすごい覚えてる。あれ結局何なんだろうね。あ、左せよなんだ。少々お待ちくださいだって。なるほどね。だからずっと左せよ、左せよって。左せよ。嘘つけ。左せよ。あ、これでこれ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 。左せよ。そう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 。これをずっと店員さんが言ってて、左せよ、左せよ。私に何を求めてるんだ、左っていうのをね、すっごい覚えてる。あとはインスタとかでめちゃめちゃ人気だったあのキョチョチキンっていうのがあって、これはね、本当に有名なテイクアウトができるチキン屋さんなんだけど、これね、
本当に美味しかった。多分韓国に行ったらまた絶対食べるであろうチキンだと思う。なんだろう、ソースかな。もうソースがありえないぐらい美味しくて、病みつきになっちゃう感じ。もう本当にね、夜食として食べたい食べ物って感じ。あとは何だったっけな。あー、これ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 、プレチエ。こういうインスタントのふにゃ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 って形のした麺が本当に好きで、これはね、なんかすっごい美味しそうだと思って食べたいって思ってたんだよね。まあまあ見た目的にちょっともう赤いし、多分もう辛いだろうなと思ったんだけど、もうなんとかして食べたくて、この時はね、お店の人にもう本当になるべく辛さを抑えてくださいってすごい必死で韓国語でね頑張って言ってました。割とさ、でも麺ももう冷めてきてるから、ちょっと辛さが引いてきてるかもしれない。あのチーズめちゃめちゃ頑張ってくれてるんですけど、あのチーズをめちゃめちゃ大量に入れてることによって、お腹の溜まり具合がマジですごい、一気にドーンって溜まってしまう。そりゃそうだよね。ちょっとずつ食べます。なんかさ、この飲み物さ、にゅるにゅるみたいな感覚のが入ってるけど、これゼリー入ってるってこと？あー、これ軽く振ってくださいって書いてあるわ。やばい、ちょっと振っとこう。今現在耐えれる辛さなんですけど、口の中がもう辛いですよって言ってる。まあそもそも私がどれくらい辛いのが食べれないかっていう、まあレベルを話しておくんですけど、皆さん赤辛鍋ってわかります？まあ赤くて辛うまいっていうチェーン店なんですけど、鍋が辛さが10段階あるんですけど、まあ、メニューに書いてあるのは、まず初めての方は3がおすすめですって書いてあるんですよね。で、大体そこから辛いのが得意な人、まあ、辛いものが好きな人は、5とか6とか7、8とか上げていくと、まあ、美味しく感じますよ、その辛さが選べますよっていうお店なんですよ。で、高校生の時から赤辛にすっごい行ってたんですけど、まあ、大体私が頼む鍋は0。まず初めての方はこの辛さがおすすめですよっていう、3でももうすっごい辛いと感じてしまうっていうぐらい、もう辛いのが食べれないですね。本気で時間かかる気がしてきた。やばいな、これ今日動画マジ何分になるんだろう。でもね、言うてね、あとねもうちょっとなんですよ。これとまあちょっと入ってるぐらいなんですけど、あ、てかやばい、味変でさ、卵いいって言ってたよね。やばい、卵やってないわ。めちゃめちゃチーズで頑張ってたわ。ちょっと卵持ってこよう。うん、卵持ってきた。卵もいいって言ってたから、ちょっとやろうと思ってたんだけど、ちょっと忘れておりました。ちょっと入れますね。よし、本当にあとちょっと。あ！あ、すごい！めっちゃ辛くない？辛いよ。辛いんだけど、でももう本当に、気にならない。ちょっと待って、辛いわ。最初に食べた時のやつがもう、こんな辛かったから、それに比べたら本当にもうこれがうま辛いかとこまでいけましたね。あとちょっと頑張れ。はい、完食。すごい、食べれた食べれた。やっぱね、辛いのがね得意な人からしたらね、こんなん辛いんって思うかもしれないんだけど、マジ辛いの苦手な勢からすると本当にね、こういうものでもめっちゃ辛いって思うよね。でもやっぱチーズと卵で味変するとめちゃめちゃもう半分以下なる辛さが、うん、全然違う。でもやっぱね、チーズだけか卵だけっていうのはちょっと飽きる可能性があるね。チーズに関してはかなり重たいから、もう結構そこはねちゃんとあの味変した方が楽しめるかなと思います。まあ今ねお昼ご飯だと思ってこれ食べてたんですけど、もうね気づいたら夕方になってました。めちゃめちゃ大変。まああとお菓子とこのジュースがかなり甘いので、めちゃめちゃ助けられた気がします。これとかはね本当にジッパーがついてるから、本当ちょっとずつ食べていけると思うので、ちょっとずつ食べていこうと思います。
まあでも本当に美味しさは本当にバッチリだった。まあ私はもともと濃い味のものがすごい好きなのもあるから、まあ多分すごい好みの味の系統だったんですけど、まあただね、一気に2食分とかをドカドカドカって食べてるもんなんで、まあ今とても眠いです。まあ本当に辛いっていうものが超イメージにあったから、こういうのは食べてこなかったんですけど、まあこういうね、卵とかチーズとか加えることによってこう楽しめるものがね、パーってこう広がるのはやっぱいいなと思いました。ということで、まあこの動画がちょっとでも良かったなと思った方は、ぜひグッド評価とチャンネル登録お願いします。それではまた、バイ。最後までご視聴ありがとうございました。なんかね、新大久保のスーパー物がねめちゃめちゃあったから全然選びきれなかった。もしおすすめあったら教えてください。じゃあねー。